はい、お疲れ様です。東雲愛です。ネクタリス、続きやっていきます。前回が7で、今回は8ですね。アラトスさん。これね、ググったらなんか、古代ギリシャかな？紀元前のギリシャのね、詩人さんの名前だそうです。ということで、やっていきましょう。一本道。上かな。違うか。こっちが味方だから。あ、右か。右だ。工場1個。ドレイパー出ましたね、ドレイパー。これ、バイク兵ですね。移動9。占領もできる。パルコ、チャビ、ムンクス、ナスゴレン。ペリカンが1匹待機して、いっぱい。お、出たモノケロス。これ、ヤホーってやつですね。移動できないけど、固定砲台かな？おっとっと。ナスゴレン、ホークアイ、バイソン。ってことは、ジャビーとファルコを入れて、ハンターでしょ。ほら、いた。ハンター。ハンター、ファルコいるな。ハンター、ファルコ。ハンター2いますがな。しんどいな。むちゃくちゃしんどいな。で、どれいっぱいいるでしょ？ムンクセルでしょ？こっちもモノケロス。ジャビー、ペリカン。なるほどねー。まあ、じゃあ、中立多いですね。ジャビーぐらいか。ジャビーぐらいか。スラッカーいるね。スラッカーモンスターいるってことは、これ取られるやつなのかな？よし、まあ。結構動けるねー。これはさ、これはさ、あれじゃない？ こうじゃない？これはこうで、これあれでしょ？ドレイパーまではいけないでしょ？こうだよね。で、そうするとここに来るっていう。で、この子は？ここまでしか来れない。いいですね、いいですね。これは？来れるけど、この子来れないよね。おう。これはファルコはジャビーと戦いたいんだよね、きっと。ァルコ足速いんだよな。まあでもここか。私は。そんなつまらない一騎打ちはしないぞ。絶対しないぞ。ここだ。ドレイパーは一歩近づいてもいいんだな。一歩は近づいてもいいんだな。最悪二歩行ってもいいんだな。ここかな。 よし、これはやれるぞ。これはやるぞ。違うなー、どうしようかなー。モノケロス積んだところでなんだよなー。この辺置ける場所があんまないでしょ。ここがありか。ここに置けるとこの辺が置けるんだけど。いや、これはムンクス積んでこの辺でしょう。ちょっと待ってよ。ファルコ上まで来れるね。
まあこの辺かな。でもう一個のペリカンにモノゲロス。で他はあえて動かさなくていいのではないか。これはこの辺いっとくか。ちょっとでも防御を上げたい。ちょっとでも防御を上げたい。こっちに来るようにしたいか。だとするならここか。ここだな。さあこの見え見えの罠に、おっとっと、この見え見えの罠にこのハンターがかかってくるか。おお、来るね来るね来るね、全速だね。さあ来い。あー上行った。うん、いいですねいいですね。さすがにちょっと見え見えすぎて来なかったか。さすがにね。さあファルコが、ファルコ狙ってきたね。やっぱりペリカン狙いだね。いい立地の工場ですね。みんな出ますね。山嵐か。行くよシーカ。行け。なんで生きてるかな。ならここでいいでしょう。ほい。うん。さて、このファルコはなかなかちょっと邪魔だね。邪魔くさいわ。そうか、ちょっとだけ読みが外れてしまったな。まあ2匹だわな。あーここはいけないようにしてあるんだな、わざとな。偉いぞ。これはもうこの子狙うしかなくなってるんだな。やるか。半分。まあ悪くないんじゃないかな。もう相手の飛行はジャビーとあれか。この子だけか。いけるのでは。これはいけるのでは。こうして。邪魔だったかな。このバイソンがな、ちょっと邪魔だな。結構邪魔だな。このホークアイをやりたいな。このホークアイをむちゃくちゃやりたいな。
ああ、来れないね。いいですね。4匹のファルコで君たちはどこまで来れるかね。じゃあ 4匹のハンターか。ああ、これはいいでしょ。あ、シーカー来れるじゃん。あ、でもいいな。まあいいか。シーカーこっちにおびき寄せて、まだこっちドレイパーいるしね。いやー、この子が怖いねー。むちゃんこ怖いね、このウォークアイが。このハンターさえ倒せば、でも、ハンターさえ倒せば、ジャビーがホークアイに攻撃できると思うんだよね。よし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 。ハンター絶対許さないマンだから。はい、来たー。ちょっと待ってね。あとジャビーしかいないもんね。ほい。なんだよそれ。これはひどい。いけないな。いけないな。参ったね、これね。ドレイパーはまあ、ちょっと走っとけばいいか。ファルコ悩むね、これ。どうしようね。あんまりね、ジャビーを撃ってきてほしくないんだよね、当たり前だけど。さあ、ほぼ勝ったよね、これ。勝ったよね。まあ、やっちまうか。やっちまうべ。うわぁ！まあ、いっか。まあ、たとえ差し違えてもこっちのファルコは倒せるっていうか、もう無力化したようなもんだよね。あー、怖っ。うん。よいしょ。うん。やっぱシーカー来ましたね。残念でした。来たぞ、モノキロス。あ、結構破壊された。ショック。だいぶ守ったと思ったのにな。これがちょっとな、誤算だったな。こんなにホークアイが生き残ってるとは思わなかったよ。ショックすぎる。やってくるか。友だわれだね。まあでもこれ勝ったな。これあれじゃんね、二重占拠しようとしてるやつだよね。占領をなんかもう一回上から占領し直そうとしてるよね、これ。これだってね、入っても出れないもんね。とりあえず、
とりあえずモノケロス。モンスターかドレイパーか悩むけど、本当のところフォークアイ行きたいよね、本当は。ナスゴルン。まあこいつしか届かないか。こいついる場所ちょっとおかしいな。もうちょっと前がいいな。まさかフォークアイ先生が邪魔になるとは。あ、これモンクムクスいるわ。いるんだ。はーははー、なるほどね。ちょっとこれは不便ですね。ちょっと不便ですね。ナイス。届かない。行けバイソン。うん、いいねいいねいいね。素晴らしい。そうでないと。邪魔だな。この子邪魔だな。もうこっちのハルコ2しかいないからな。あとこいつモノケロス積んでんだよな。まあドレイパーでも打つか。元気だね。全然減ってないじゃん。ジャビいるじゃん。ジャビいたわ。全然忘れてた。これ入れるんだよね。入れるのはまずいね。とてもまずいね。よいしょ。で、このシーカーはやりたいけども。いるかな。うん、ナイス。やったぜ。まあ勝ったな。まあ勝ったな。はい、半分以上。ということで、半分っていうか違う、2倍以上か。ダブルスコアというやつですね。これ何分録画したかとか分かればいいのにな。ということで、じゃあ雑談タイムいきますか。一応ね、前回はね、ちょっとぶっ飛んで、エロ本の話だったので、エロ本じゃないかもしれないけど、まあ、一応ね、分類上、エロ本かなっていうようなお話だったんで、今度はね、ちょっと軌道修正して、真面目な本の紹介を、紹介っていうか、まあ、真面目な本の話をね、しようかなと思います。これどうだ？さすがに出過ぎは危ないよな。ハルコはちょっと中に入りたいけど、これ中入っちゃうのは中に入っちゃうで危ないんだよな。とりあえずその本も割とね、私の人生に影響を与えた本でね、有名な本だからね、読んだことあったりとかね、名前聞いたことある人は結構いるんじゃないかなとは思うんですが、モンスタースラッカー、フォークアイいるかな。フォークアイいるかな。まあいたらいたでいいかな。あ、そうだね、いたらいたで囲めるわ。全然囲めるわ。このモノケロスがちょっとなんか猛威を振るってきそうな気が
するっちゃする。一旦ファルコは下げるか。Cかどこまで動ける？ここか。ペリカン死んでくるか。なんだっけ、その名前聞いたことある人もいるかもしんないけどっていうところで、ロバート清崎さんのね、金持ち父さん貧乏父さんっていう本、知ってる人いると思います。一個かよ。結構話題になりましたよね。紹介するためにね、ちょっと引っ張り出してきたんですよ、先日ね。そしたらね、私のやつはね、2004年度版のね、第51刷のやつだった。なんか、むちゃくちゃ売れてるよね、多分。2000年だか、99年だかの本だから、ね、たったの5年でそんなにってむちゃくちゃ売れたんだよね、きっと。よし。知らない人のためにね、あらすじを説明するとね、これネタバレになっちゃうんだけどね、まあちょっとネタバレ苦手な人はね、ちょっとミュートとかにして。ロバート清崎さんっていうね、ロバート清崎くんっていうね、少年の大冒険を描いたね、一大叙情詩なんですよ、これは。危な。でね、彼はね、幼少期大変、優秀な両親に育てられてですね、何不自由ない生活を送っていたわけですよ。なんですが、お父さんが事業に失敗して転落してですね、そこから家庭内不和があり、家庭崩壊があり、友人たちと喧嘩に明け暮れ、ギャンブルへ傾倒し、ドラッグや喧嘩に明け暮れる日々、そして突如現れるかつての親友のお父さん。このお父さんの名前はね、最後まで出てこなかったと思うんだけど。そしてね、世界の敵たちとの、強敵たちとの、まあ、開口というかですね、それ涙なしには語れないね、長編大作となっております。はい。っていうのはね、まあ嘘なんだけど、一応ね、ジャンルとしては自己啓発本になるんじゃないかな。これ打ちたいな。打ちたいな。よいしょ。まあ真面目に、うお、少ねえ。おい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 。少ないじゃないですか。むちゃんこ少ないじゃないですか。人々は、なんか、何年も何年も学校に通いね、様々なね、いろんな教育を受けるんですが、最も肝心なんですよ。最も肝心な教育、何だと思いますか？それはですね、お金に関する教育というものをですね、受けることがなく、大の大人でさえ、なんかお金に関する一般的な教養に欠落していると。そういう教養を持たずに暮らしているという問題提起があってですね、人々はなぜ働けども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 貧しいのかっていうね、そういう、なんていうか、中産階級とかね、そういうあれかよみたいな話なんだけど、まあそうじゃなくてね、現代の話をしてるんだけど、これは囲んでからやりたいな、本当は。バイソン、よいしょ。999だ。完璧だね。で、子供の頃からさ、親に勉強していい大学を出ていい会社に入って、そうすればね、将来お金持ちになって幸せに暮らせますっていう、暮らせるから頑張って勉強するんだよっていうね、いう昔から言われ続けるある種の信仰みたいなものに対してね、本当にそうなんですかっていう、そういうやつです。スラッカーさん行こうか。いや、ここは足早いラビットでいっか。対空も行けるしね。
シーカーはここにしか来れないから、まあ、このペリカンは死ぬかもしれないけど、まあ、だからって感じかな。いけ、シーカー、君の役目は対空だ。はい、で、なんだろうな、その一応ね、内容っていうか、その考え方の根本的なところでね、お金持ちはね、お金のために働かないとかね、自分ではなくね、お金に働いてもらいましょうっていう、そういう考え方の話とかね、あとはもっとね、実用的なね、簿記とかそういう会計とかに関わるちゃんとしたお話とかでね、 PLBS ってわかるかな、損益計算書とかさ、貸借対照、対照表っていう、なんかそういう会計の時の、会社会計の時とかの、まあ、会社に限らずか、家計簿のなんかもうちょっとちゃんとした現代風のやつってのかな、みたいなのがあって、そういうのについてちゃんと分かりやすく解説してあったりとかね、あと本当に幼少期のロバート君の話とかも一応書かれてる。ヒップホップな話じゃなくてね、子供の頃からうちの父はなぜか貧しかったみたいなのは本当にある。本当にそういうの書かれてる。でね、まあいろんなお話があってね、絶対読んでおいた方が、そのお金に関わる考え方っていうのをちょっとなんか適当に済ませちゃってるとか、そういう人って多分多いと思うんだけど、あとなんか投資話とかあるじゃんね、マンション投資とか不動産投資とかさ、そういう金はいついつまでには絶対値上がりしますとか、この先物は買いですみたいな、そういうの言われた時とかにもお金の話がちょっと分かるだけでね、なんか受け取り方とか返し方とかも全然違ったりとかしてね、変なものなの、こう資産と負債とかってすごいちゃんと分かりやすく書かれてるんだけど、お金を生み出すものこそ資産で、お金を月々払わなきゃ、月々っていうか払わなきゃいけないものっていうのは、どんだけ価値があるものでも負債なんだよとかね、そういったとてもなんていうのかな、まあまあまあ読んでみて読んでみてください。いい本です。とてもいい本です。それなりに売れた理由がちゃんとある本です。で、あとはね、この本にもなんか続編っていうか、まあいろんなの出してて、まあ後半になってくると別にいいかなっていう気もしなくもないんだけど、スラッカー行くか、今度は。ジャビーちょっと怖いな、ジャビーじゃないし、これがちょっと怖いな。なんでナソホルン生きてるかな。金持ち倒産シリーズって結構他に出てて何冊か買って読んだんだけど、半分近く、っていうか下手すると半分以上はね、あれですよ。成功者の体験談が多いね。ピックアップしたような。あれが多いからね、いいかな。まあいいかな。そんなんよりはなんかキャッシュフローっていうゲーム買ってやってみたり。ただいいかもしれない。やったことないけど私は。ペリカン行くとこないね。あ、ここに閉まったんだ。ここにムンクス下ろせるじゃんね。閉まったわ。下ろす場所間違えた。ん？ということはだ。グリズリーここに下ろせるわけでして。まあいいねいいね。でね、大昔ね、読んだことある人もね、今読んでみるとまた、なんか、感じ方とかが変わったりとかしてね、新たな発見とかあるかもしれないから。昔のやつだったら、怖中古でさ、100円とかで売られてたりとかするから、全然気分転換に、読んでみるのもね、ありじゃないかなと思います。まあ、分厚いけど字大きいしね。読むのそんなかかんないと思うし。
ていうことで、今回は金持ち父さん貧乏父さんの、ま、紹介っていうかお話でした。これいけないかな。さすがに山嵐はダメだ、ダメみたいだね。敵部隊は完全に壊滅した。この方面は我々の勢力圏になった。イエーイ。あ、もうずっとうなぎ登りって感じだね。はーい、というわけで8面アラトス終了しました。次回またなんだろう、ガロイスだ。ガルイスさんでお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。